はいどうも皆様お世話になっております、こんしばです。しばくろうと申します。今日は今釣り上げました激レアポケモンヒンバスの簡単な釣り方を紹介していこうと思います。このヒンバスというポケモンはダイパリメイクの中でもかなりレアなポケモンになっています。今回はそのヒンバスについての出現場所や効率のいい釣り方などを解説していきたいと思います。本来根気のいるヒンバス釣りの作業ですが、この方法と時間さえあれば誰でもヒンバスを釣ることができるので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それじゃあ早速ですが紹介していきたいと思います。まずヒンバスの出現場所についてです。場所は天眼山地下1階の湖になっています。ここで要注意なんですが、出現場所に向かうまでに怪力、波乗り、霧払いの秘伝技が必要になります。すべてフィールドにて使用できるような状態でないと到着できませんので気をつけてください。行き方ですが、カンナギシティから西側に向かい天眼山に入ります。入ったらすぐ上側に向かい怪力を使って道なりに進みます。次は霧払いを使って進んだ先にある湖が出現場所になっています。この広い湖の中のたった4マスが出現場所になっています。そして仮にその場所に当たったとしても1回ではヒンバスは出てきませんので、同じ場所で数回釣りをしてもらうことになります。またこれなんですけども、日付が変わってしまうと出現場所もリセットされてしまうので、その日のうちに見つけることが重要になってきます。この広い湖の中から出現場所を当てもなく探すのには膨大な時間がかかります。ですがこの4マスの探し方にはなんとコツがあるんです。それはですね、湖を北側から4分割して分けられた区域の中に必ず1マスずつ出現場所があるということです。どういうことかというと、簡単なマップをちょっと出してみますね。こんな感じでですね、広い湖を北側から4つの区画に分けることができます。色分けされた区画の中に必ず1マスずつ出現場所があります。ですので探す場合は赤に塗りつぶされた一番北側の区画内で釣りをすることをお勧めします。では実際に赤に塗りつぶされているところを確認していきましょう。湖の一番右上から西側にまっすぐ進んでいきます。一番左上に着いたら南側に向かってまっすぐ進んでいきます。この時歩数でいうと8歩南側に歩いてください。目印としては左側に見える茶色の岩のすぐ右側に止まるイメージです。そして東側に行き、岩を1マス分通過したところで一旦止まってください。この止まった場所から北に1マスだけ動いてください。そしてそのままずっと東に向かいます。壁に当たったら北側に向かい最初の地点に戻ります。今動いた範囲内が赤で塗りつぶされた部分になります。この中の1マスでヒンバスが出現します。広い湖でしらみつぶしに作業するより断然効率のいい方法になっていると思います。釣る区画を確認したら、ここからは根気と時間との戦いになるのですが、ちょっとした補足情報について話していきます。まず移動に関してはスティック移動ではなく十字キー操作で移動してください。スティック操作だと正確に1マスのみ移動するのがかなり難しく、微妙にずれてしまう場合があります。せっかく1マスずつ釣っているのに移動で捕獲スポットを通り過ぎてしまうと目も当てられません。今回のヒンバス釣りに関しては十字キーでの移動を心がけてください。釣り竿についてですが、基本的にどの釣り竿でもヒンバスはヒットします。おすすめはヒットする確率の高いすごい釣り竿ですが、持っていない場合はいい釣り竿でも大丈夫です。ちなみに僕もすごい釣り竿はまだ入手していませんので、いい釣り竿でヒンバスを釣り上げました。ボロの釣り竿に関してはコイキングがヒットする確率の方が高いので、あまりおすすめはしません。あとはショートカットで道具を使うときに釣り竿以外を登録していると、このように選択画面が出てきます。登録している道具を釣り竿のみにしておくとすぐに釣りを開始するので、これはとても便利です。これは小ネタなんですが、出現場所は日付が変わるとリセットされてしまいますが、これはスイッチ本体の時間変更をすることによって防ぐことができます。限られた時間の中で作業する場合、毎回場所がリセットされてしまうといちいち面倒です。日付を固定し作業することで一からやり直す手間などがなくなるので、よかったら試してみてください。ちなみに僕の場合、右上から順番に釣っているとなんと3マス目でヒンバスが釣れました。
完全にランダムですので、こんな感じで運がいい日もありますので、皆さんもよかったら挑戦してみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ヒンバスは激レアポケモンですが、紹介させてもらった方法を使えばかなりゲットできる確率が上がってくると思います。ヒンバスをゲットしたいと思う方がいれば、ぜひ今回の動画を参考にしてもらえると嬉しいです。先日の配信で初めてヒンバスを釣った様子が映っていますので、よかったらそちらの方も見てみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価いただけると動画制作や配信の励みになります。コメントも気軽にいただけると嬉しいです。今後もダイパリメイクの情報等をお届けしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、おつしばでーす。